12番ホール323ヤードです。パー4です。いやカメラ街では楽しいガールズトークがあるんですけどなんか流せるような話じゃないですよね。うん、そうだから濃すぎてね。そう、残念ながら満点やもんね。大丈夫か。うん、あ、全然大丈夫。はい、なんかあのバンカーまで250なんですよ。じゃあもうとりあえずあっち見てた方がいい。あ、そんな近いんや。あ、近いが遠いんや。遠いから。なんかもっと近くにやった。そうだ、うん、木がね、右にあるんで。おお。お、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 大丈夫。大丈夫でしょ。大丈夫。竹村プロ、なんかドライバーショットの時気をつけてることってある？気をつけてることは、うん。まあ、自分はこう突っ込むのが多いので、うんうん。で左に行くことがもう昔からの癖だから、うん、突っ込まないように。ちゃんとこう右足前で、うん、そこがなんかインパクトポイントと思ってスイングしていきます。なるほど。全部ボールに対して全部こういっちゃうから、うんうん、そのままこう左になることが多いので、嫌なホールほどこうちゃんと右足前でインパクトする。だから右のミスは良しとしてます。うーん、なるほど。あ、でも結構突っ込む人多いんじゃないかな。そうですね、はやっぱこう開いて、うんうん、なるほどね。でもね、みんなやっぱりこう右足前でインパクトするって言ってもやっぱ怖がってできないから、うんうん、練習場で試す、うんうんうん、どうしても前に出ちゃうのかな、手がっていうよりも、うん、ボールがあってボールに対してこう行っちゃうから、うんうんうん、でそれをもう右足前でインパクトするイメージですよって言っても枝振りそうで怖いってみんなおじさんたち言うから、まあ、それを腰回ってれば絶対ダフらないし、うん、まあ、でもそれをまあコースでやってって言ってもすぐにはできないから、ああ、まあ、練習場でちょっとイメージしてやってほしいなと思う。なるほど。右の腰の前ね。右、つま先、右足の前ね。右足の前、はい、このあたりで。へえ、まあ、どうしてもボールにこう、うん、なるほど、はい、皆さん試してみてください、はい、ありがとうございます。結構雑誌とかでもレッスンみたいななんかやってますよね。やってるよね。そう、そうかな。うん、やってるけど、うん、やってるかもしれないけど、うん、なんか私自身、うん、レッスンが得意じゃないので。あ、そうなんだ。そうなんですよ。へー。そうだから苦手かな。意外に。はい。まだラウンドレッスンで対人とかの方がいいですね。うん、YouTube で伝えるとか。雑誌で伝えるっていう方が難しい。なるほど、まあ、人それぞれだからなのかな。会ってこう伝えたい、ね、うんうんうん、雑誌とか、うん、動画通してとかよりも、うんうん、結構感覚派もあるので。そうだよね、難しいだよね。そうなんです。ピンまで130、何番で打ちますか。8か7で迷って、うん、7で打ちます。手が怖いから、はい、ちょっと大きめで。ナイスです。よいしょ。ナイスさんです。何ヤード？やべ。クラブ？100ヤードだけど。100ヤード。なんか。1番しかない。大丈夫？持ってくる？いや。もうちょっとカード遠いから。オッケー。今108って言ってたっけ？うん。
でも登ってるからね、グリーン周り。グリーン周りじゃないわ。大きいけど、しょうがない。大きいね。さあ、ここは腕の見せ所。8番アイアン。さあ、飛びすぎてないか。おっ、やっぱ大きい。うん、あ、でもさすがです。ナイスオン。キューバー持ってくればよかった、ピッチングが、うん、フォローだった。でもさ、ちょっとでもこれがあると、あ、距離が気になっちゃう。なるほどね。あ、オンで、はい、いい感じ。もうちょい行って。ムスパーです。ナイスパー。めっちゃサクサクゴルス。めっちゃサクサクゴルフ。全くわちゃわちゃしないっていうね。さすがです。ありがとうございます。今日はじゅんちゃんがカメラやから、うん、喋れる。ちゃんとこうじゅんちゃんの方見てたら多分カメラ目線になるはず。そうです。130ヤード。めっちゃ上げてます。何番で打ちますか？7番で打ちます。いい。ちょっと右。ナイスオンです。ゆいちゃん何番？ちょっと6番で。6番。ナイスオン。危なかった。引っ掛けるところやった。そう。よかったじゃん。ナイスタッチです。惜しい。オッケー、ナイスパー。なかなかバーディーが出ませんね。うん、惜しいですね。ライン読むのがなんか逆に曲がったりね、ちょっとなんかする、うん、目があるのかな、うん、難しい。14番ホールです。そう
からやったからね。その前からすごいフライヤーするんやね。あ、そう。この間私がさ、フライヤーしたかもみたいなコメントしたわけ。そしたらするわけねえだろって。するわけねえだろってやばない。いや私も、まあそんなことないかみたいな感じで言ったんだけど、うん、はぁって、フライヤーなわけねえだろ、天ぷら揚げとけみたいな感じの。なんかそういうさ、ちょっと嫌な感じのコメント本当なんなんからやめてほしいね。私だってフライヤーするかもしんないじゃんね。するよ。126 6番、うん、7番、あとは風が、風に持ってかれた。風じゃない？何ヤードですか？102です。102、はい、何番ですか？リッキングでいきます、はい。ナイスです。抑えて打ってるんですか今のも？そうですね、今なんか風が左から来てたんで、うんうん、なんかちょっと低い球で行きたいなみたいな。なるほど、はい、ダメだなと思ってちゃんとね、最近はしてるんですけど。あんまりわがまま言っちゃダメだな。わがままじゃなくない？いや、わがままやねん、多分。もう自分のやりたいことしかやらないんですよ、うん、人の言うこと聞かないんですよ。それが多分可愛いんだと思うけどね。可愛いっていう年ももう終わったから、ちゃんとしようと思って。三女の3番目だそうです。B 型ね。でももう美人姉妹みたいな。いやいや、全然で、すごい書かれてません？周りは書くだけで。ナイス。あ、やべ、オッケー。ゆいちゃんナイスアプローチ。取れてなかったけどね。うん。ナイス、オッケー。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。私のインスタもフォローしてください。はい、バイバーイ。